バファローズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発、小宮山さん。小宮山さんが現役時代、投げやすい球場、投げにくい球場っていうのはあったんですか？あの広い球場は投げやすいです。ホームランを打たれるのだけは嫌でした。そうですね、球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。変化球、タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。バッターボックスには指名打者の柳田、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上、西口、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってます。打った、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、アウトコース。打順は3番坂本。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いを、打った、これもいったか、伸びていく。初球わずかに外れてボール。インハイ決まります。高め、ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。4球目は何で来るか、振っていきましたが三振、ワンアウトです。5番バッター吉田、ワンアウトランナーありません。打ちました。バッターボックスには6番浅村、ツーアウトランナーありません。高め変化球、空振りです。2球目打ちました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンド、糸井が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。際どいコースに送ってストライク、156キロがいきなり出ました。2球目も見送っています。